ますはい今日俺やらかしまくってんの。おもろすぎるな。なんか今一瞬名前見えた。メロカトウヤコ。重ならないように順番待ちしてんの受けるよな。ホロンカトウ。ホロン加藤。やめて！いやタコマンさんね、もう遅えな。タコマンさんにはもう塗られただろうから。いっそのこと開き直って一緒に動いちゃおう。ん？オア？ハハ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 ハ俺とホロンさん2人ともインポスターなんだけど、ホロンさんは張り付いてて、俺は塗らあの油かけられないように気をつけながら見てるみたいなふりをしながら来たやつをどんどん殺しちゃった。うまっ。じゃあ K 人は2人しか来なかったってことですか？2人来て俺が3人いるからいいやと思って離れちゃったんですよね。あーまあやりがちっすよね。で俺はいっぱい人いるから油塗っとこうって思ったんですよいっぱいいたのはいっぱいいたんだ。そうですよ、タコマンさんはそうにそうですよね。動きやないですよ悪いやつしかいないじゃん。俺さっき5秒で気づきましたよ。コロンさんも殺しましたよね、一人。あ、殺しました。加藤さんかな。俺いや残り5秒なのにホロンさんがいてちょこっと動いた瞬間、あ、これダメだわと思ったけどいやもう3人だったから死んだわ。めっちゃ今の面白かった面白かったね、今のは。受けるな。かっこいい勝ち方だな。ここでヤコウさんが分かってくれた俺これ多分アマンガスの初日以降見てないかも。すげえ久しぶりに見たこれ。マジ久しぶりだ。いやもうあの O2 に2人でアドミンから移動したじゃないですか。うん、あの時点でなんか通じ合ってましたよね通じ合ってた、やるぞみたいな初めて見た。でもしょっぱなのサボタージュ死ぬのね。なんかたあ、まあ停電あったか一応一周したね、すごいね。うん、メタが回った。これあれっすよ、アーソニストのおかげですね。そうだね、タコマンさんが塗ってるから、うん、あもうそれもあるし、アーソニストあるからみんな近づきたがらなくて。あーその多分視界外から外れるんだろうね、そのやってる現場みたいなところは。うん、ギリ見えてなかったかも、私も行ったけど。